絵文字だけで出会えるか。一つ目のヒントを送りたいと思います。じゃがいもって何？じゃがいも送られてきたの。せーの、今日好き。こんにちは、太陽です。こんにちは、みなつです。こんにちは、田中奈です。こんにちは、伊藤渡です。ということで、今回の企画は絵文字だけで出会えるか。これから男子は渋谷へ、女子は表参道へ移動したいと思います。そしてそれぞれの場所から同時にスタートして5分に1回だけ送ることができる絵文字一文字のヒントを頼りに、渋谷と表参道の間でカップル2人が出会うことができるのかに挑戦したいと思います。やば。制限時間が60分間で、先に出会うことができたカップルが勝利となります。それではスタート地点へ移動したいと思います。行ってきます。行ってきます。行ってきます。はい、ということでスタート地点に到着しました。これで今各自他のメンバーもスタート地点についてるということで、ここから早速一斉にスタートしていきたいと思います。よーい、スタート。一つ思いついてしまいまして、太陽くんはあんまり東京に来ることがないので、東京に来た時に唯一私たちデートをした時、この辺で集合したんですよ。その場所が私が通っている学校が入ってるんですけど、その学校まで迎えに来てくれたんですね。多分学校のマークを送れば太陽くんは絶対に分かってくれると思ってて、なので今から早速5分後学校の絵文字を太陽くんに送りたいと思います。いや、自分ね、北海道なので、だからね、東京のこと何も分からないんですよね。私いつもデートするってなったら原宿とか渋谷とか行くんですけど、ちょっと恥ずかしいな恥ずかしいけど頑張る。そう、原宿とか渋谷にデート行くから、デート行った場所に行きたいんですけど、その場所を絵文字で表せるかわからない。でもなんか表参道なんで、表参道あんまりわかんなくて、どうしようかな。はい、ということで学校の付近まで来たんですけど、5分経ったので早速一つ目のヒントを送りたいと思います。わかりやすく学校の絵文字を送りたいと思います。1回目のヒント絵文字が来たので送っていこうと思います。学校みたいな絵文字が来ましたね。これにしましょう。今24って書いてあるの近くだよっていうのを分かってくれればいいと思います。何これ、なんか24時間の建物の写真絵文字が来ました。コンビニじゃね。最初のヒント送っていいって言われたので送ります。なんだろう、でも原宿の竹下通りのことを送りたいので、はい、送りました。1個目はタピオカの絵文字を送りました。1つ目のヒント来ました。いますね、なんかタピオカミルクティーみたいなやつ。でもタピオカミルクティーって原宿の方だよね。まあまあまあ、頑張ります頑張ります。でもなんかね、原宿でタピオカ飲んだことないかな。じゃあさらに5分経ったのに2個目のヒントを送ります。次は竹下通りの近くなので、竹のスタンプを送りたいんですけど、わかるかな。2回目の絵文字が来たので絵文字の交換をします。ちょっとね、あそこに金色の卵みたいなのがあるので、卵っぽい何か。卵が来たんですけど、卵。お正月でよく使う竹みたいなのが来たので、なんだろう竹って。あ、2個目のヒント送れます。激アツ。ちょっと一旦ポテト送ってみます。じゃがいも送ります。え、じゃがいもみたいなの送られてきた。じゃがいもって何？じゃがいも送られてきたの。タピオカとジャガイモって難しいよね、普通に。タピオカでわかるかな。ボタン目にしてる方、原宿の竹下通りの、あ、待って、竹にしたらよかったうわー、最悪や、ね、原宿じゃね、ジャガイモってさ。多分、なんかポテトの輪っかみたいなやつだと思うんですよ、ロングポテトみたいな。次のヒント、私は多分もう分かってると思うんですけど、さすがにハート、ピンクのハートでデートっていうのを表したいと思います。初めてのペラベデートの時のだよっていうのを出したいので、ピンクのハートを送ります。私は
ピンク色のハートが来ましたね。ハートか。卵しか送るものがないので一回卵どうしよう、待とうか迷うな。こちらですね、金色の卵。え、また卵なんですけど、何、マジでわかんない。移動してないんじゃね、待ってるんじゃない、もしかして卵で。わかんないよ、何卵。お、もう次、え、結構早いかも、いけるかも。一旦竹って送る、まあまあもう決めました、竹送ります。七夕って何、もう難しい。タピオカ、ジャガイモ、七夕。来た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 、ノアのチャンスタイム。え、待って、学校って来た。え、これ待って、学校の絵文字が来てる。一応さ、竹下って書いたから、竹下って書いたから、これで入れ違いになったらどうしよう。入れ違いにならないことを願います。もう一回次の絵文字が送れるようになったので、私は変わってないよの繰り返しでスタンプを送りたいと思います。なのでまた1個目に送った学校を送りました。ではヒントの時間になったので、もう一回送ろうと思います。今ここら辺がビル群、ビルがいっぱい並んでる絵文字にしました。あ、待って、わかった、居場所わかった。渋谷スカイってこと、夜景だから。卵送ってきてたのはスクランブルスクエアじゃね、卵のやつ。スクランブルスクエア、スクランブルエッグだっけ。じゃあ分かった、綿飴って送るの、もう重い虹色の綿飴。本当にこれはノアの出せる最大の表現なんじゃないかなって思ってるので、できれば理解してほしい。学校の絵文字を送ったんですよ。こんなさ、人の多いとこさ、集合地点にしないよね。でもみんな綿飴食ってんの。次のヒント来ました。絶対わかんないわ、虹色綿飴のとこ俺行ったよ。じゃあまた5分経過したので、次はちょっとヒントでこの近くにあるビビアンを刺して土星の絵文字を送りました。みなちゃんから学校が来る予想だったんですけど、土星かな、土星っぽいなんか星のマークが来ました。多分向こうは待ってると思うので、僕が行くってことで走ってるマークを送ります。あ、来た、走ってるポーズ。どういうこと、今向かってるってことなんじゃない、これ。絶対そうだよ。さっきのが言った場所にはワトル君はいませんでした。悲しいてかそもそも竹下通りにおるっていうのが分かってくれてるんかな、ノアが今竹下通りにいるってことを。和田くんは分かってくれてるのかな。なんか食べちゃおうかな、疲れた時はなんか食べた方がいいって言うじゃないですか。食べます。待って、いた、いた、いました。なんで移動したでしょ。してないしない。嘘、めっちゃ感動。やっぱりさ、めっちゃ入れ違いしてやっと会えました。学校でもなんでもない星のマークが来たので、星って何なんだろうなっていう感じなので、竹って竹下通りってことなんかな。ワンチャンそうかもしれない。まだ向かってます、多分。多分こっちかこっちから来ると思うんで、ウォーリーを探せみたいな、太陽を探せ。僕がまっすぐ進んだ先にその学校があるので、そこまでちょっと歩いて行ってみます。いた、見つけた、見つけた、いました。イエーイ、成功成功、じゃーん、着きました。いました、最高。よくわかったね、ここを選んだ理由わかる。最初にデートしたので、ブラウンデートの写真。素晴らしい、超嬉しいんだけど、達成感。結果発表、イエーイ。ということで、どちらのカップルも合流できたんですけど、
どうですか？もう自信ないよね。え、どうでしたか、あの合流までは。送ってきた絵文字のところにノアが行ったら、その違うところ行くの。探してた俺も。あ、俺も逆に。そう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 。すれ違っちゃった。そう。じゃあ本当にすれ違ったの。お互いに歩み寄ろうとはしてた。ちゃんと。こうなったね。そうそうそう。まあまあまあ。どうでした？私がもう一箇所しかもう動かない。うんうん、うん。一箇所から動かないっていうのを待ってたんですけど。まあ、絵文字送るわけですよ。でも太陽くんから来る絵文字が本当によく分かんなくて、うん、どこにいるのか分かんなくて、で自分も多分分かってなくて、うん、で合流までにちょっとまあそういう手こずりが、絵文字ですれ違いがありましたよっていう感じなんですけど、ちなみに何分差でどっちが勝ってると思いますか？でも僅差ちゃう。ほんまに僅差やと。私も 1,2 分とかよ。ワンチャン30秒。うわー、30秒やばい。確かに確かに。2人が出会ったタイムはドゥルーじゃん、タイミラ40分、ワタノは47分、ということでタイミラ勝利です。待ってて、勝った、マジで勝った。めっちゃ30秒とか言ってめっちゃ7分もノアたち遅いやん。遅っ。40、え、よ、え、やばいやん。ということで、この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。せーの、バイバイ。最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録はこちらから、標識の最新はこちらから。また見てね。バイバイ。